おはようございます。今日はロジアバイハーリプトゥーの撮影です。今つけてるこちらのストラップレスブラの撮影、これから行ってきます。バイバイ。皆さんこんにちは、小島春奈です。ついにロジアバイハーリプトゥーのストラップレスブラが完成しました。ストラップレスブラってこういった肩の出るファッションの時に一年中活躍するアイテムなんですが、自分がこういうのが欲しいっていうね、今までにないストラップレスブラがついに完成しました。私毎年インナーのお悩み解決動画っていうのを出しているんですが、去年の段階でもちょっとちらっと紹介してるの皆さん覚えてますかね。開発中です。本当は今年リリースする予定だったんですよ。本当ちょっとの調整とか納得いくものにしたいなっていうことで時期をずらして発売することにしました。あとちょっとのところでどうしても譲れないっていうところがあって、やっぱりもう完全に納得いくものを出したいということで、去年は発売を延期してついに今年完成して発売することになりました。結構バストある方だけど、それがシュッて見えてる気がする。ちょっとこれ着て生活してみるけど、もう超ホールドされてる。ホールド感すごいと思う。すごー。おーすごくない、ね、ついについにしよう。ついにこのストラップレスブラのすごいところってノンワイヤーなんですよ。ワイヤーがあるものはしっかり固定してくれるんだけど、ワイヤーがないとね、楽に過ごせたり着心地がすごくいいんですけど、その分ずれてしまう。でノンワイヤーでずれないっていうのが一番のポイントなんですけど、そこが本当に大変でしたね。私も今肩の空いている服をオフショルの着てるんですけど、なんかいつもよりねめちゃめちゃスッキリして見えるの分かるかな。サイズが上がれば上がるほどこのフェイスもでかくて、バストも横に流れて大きくなっちゃうんだけど、これは真ん中にキュッとしてくれる。違う。ここほんとすっきり、私だと分かりやすいかなと思います。私の夏はこれでちょっと気痩せしていく。F 大丈夫、 D 大丈夫、 C 大丈夫とかでもこのサイズの人がっていうのが、サイズによってね微調整してたりするから、サイズごとにカップの厚みも違くて、私のようなサイズだとちょっと薄くなってたりとか入ってるんですけど、それぞれ違うカップの厚さになっています。でも漏れるってすごくないですか。ノンワイヤーでストラップレスブラで、ストラップレスブラとかってもうなんか今までの私の感覚だと漏れるとかそういうんじゃなくて、ただなんか晒しみたいな気持ちでつけてた気がするんだけど、これって本当に見た目も可愛くって、しっかりバストメイクもしてくれて、着心地が良くてずれないって、もう全て揃ってるなって本当に思います。可愛い。エブリデイシリーズでも好評のこのレースがサイドについてたりとか、ポイントはこの谷間の部分、谷間がしっかり覆われてるんじゃなくてレースとチュールで覆われているので、程よい抜け感もあって、本当に他にないデザインなんじゃないかなと思います。レースだからちょっと透け感はあるけど谷間が見えてるって感じがしない、すごいいいデザインじゃないか。そうなんですよ、色気もあるんだけど、かがんだ時に見えるのが恥ずかしいって言ってる控えめな方、うん、ちょうどいい。レース1枚じゃなくてチュールも重ねてあるので、そんなにね谷間って感じに見えなく、程よく透けてるっていうのがちょうどいい塩梅な気がします。ストレッチするレースで着たら伸びるようになってるから、そのままビヨンっていかずにコンパクトにまとめてくれるっていう、このストレッチレースの役割もあります。私自身もちょっとバストボリュームある方なんだけど、このレースの位置とかもこだわって、大きめの方でも横幅が広く見えない、キュッと縦に長く見えるようなレースの位置とかデザインで、そこもこだわりの一つです。
今回はサイドにホックがついているタイプになるので、例えば夏の背中開きのアイテムとか背中チラッと見えた時にも綺麗に見えるようなシルエットになっています。特にブラックとかはそんな風に着れるかなと思います。見たら分かるけど、ちょっとハートっぽくなってるの分かりますかね。真ん中に寄せてハートみたいにしてくれるっていうのがいいなって思ったポイント。夏するのが結構ポイントだったじゃないですか、うんうん、でズレなくしようとするあまりズレなさすぎて苦しくなってしまったんですよね。長時間着用したら結構ギリギリに、うん、ずれないこともできるけどずれなすぎると苦しいっていう、そう苦しくなって1日2日つけてたら苦しいよっていう話になり、うん、急遽改善しなくちゃいけない。改善、ずれ防止のテープがあるんですが、そのテープをね最初は結構全面につけてたんですよね。 そしたら本当にずれないんだけどずれなすぎて苦しいっていう声があったりとか、あと見栄え的にも、うん、なんていうの、すごいバンドを巻いてるみたいな感じになっちゃったりとか、絶対にずれないことが着心地がいいってわけでもなかったので、そこが大変でしたね。テープっていう名前だけど、まあ、ナノファイバーを使ってそれがすごく細い糸でそれやってるから痛くないし、なるほど、滑り止めでシリコン、アミリガメとか、うんうん、私使ってるのやっぱシリコン入ってる、ただあれになるから、うんうん、大体この辺赤くな、脱いだら赤くなってるって感じ。みんなね、それを我慢してやってるのがストラップレスなんですよね。なるほど、うち我慢してましたね。痛いとか肌気にするのにみんなしょうがない、おしゃれは我慢って聞いたんで、我慢しなくていいっていうのが一番言いたいかも、うんうん。ちなみに私は今ヌードローズの方を着用しているんですが、白でも全然透けてなくて、後ろから見ても前から見ても透け感もなく、ベージュのブラよりも色気があるこのカラーがすごくお気に入りです。エブリデイエッセンシャルシリーズでも大好評のこちらのヌードローズとブラックの2色展開なので、ショーツはそのままエブリデイシリーズのショーツと合わせて着ていただけます。先行でね、発表会とかもあったり、いろんな雑誌の方とかエディターさんとかにも着用してもらったんだけど、エディターさんとかだと透けるシャツの下にブラック着ようかなって言ってる方とかもいらっしゃって、デザイン性があるんだけど程よくヘルシーだから透けてもなんかいやらしくない感じがするので、そういう夏の透け感とか肌見せファッションにもおすすめです。はい、どうでしたか。もうね、私のいろんな思いの詰まったストラップレスブラが完成しました。このブラでね、今年も夏の肌見せファッションを楽しんでいただきたいと思います。またね、ちょっともうちょっと暑くなってきたらいつものインナーのお悩み相談動画とかもまた撮れたらなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。